西里駅は、熊本県熊本市北区下鈴川町にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。田原坂駅の前身たる田原坂信号場とともに、太平洋戦争中に設置された。駅への昇格は当駅の方が早く田原坂駅は1965年の昇格である。開業時の地名が由来だが、西里村は駅に昇格した。 直後の1955年7月1日に合併で、北部村となり消滅している。西里とは、文字通り、西の里の井で、鎌倉時代の原稿文書に、北山室の地頭に間の寮より見て、西の方にある里と記されていることが由来である。相対式ホーム2面に線を持つ、地上駅。駅舎はなく待合所があるのみで、歩道橋と一体化した。 古戦橋により、県道31号と上下線ホームとが接続されている。無人駅だが2006年3月18日のダイヤ改正後により、ワンマン列車利用方法が変更され、それに伴い下りホームの待合所に乗車券、自動券売機が設置された。ホーム2015年度までは、熊本市統計所による2016年度分からは、 JR 九州のサイトで公表されている乗車人員数データに基づく2020年度の1日平均乗車人員は518人である近年駅前に熊本保健科学大学ができたことも影響して利用者が増加しているなおワンマン運転の放送では同学の最寄り駅である旨アナウンスされている熊本保健科学大学西側は 田畑が広がっているが、東側には、集落が点在しており、さらに1キロメートルほど、離れると、住宅団地などの住宅が密集した地域もある。また、駅前には、参考バスの西里駅前バス停があり、桜町 BT 方面と万楽寺方面を結ぶ、路線などが利用できる。なお、駅名は、西里と読むが、地元では、当駅及び、当駅周辺を、 西里と呼称する。西里駅前 ABCDEFGH、週刊 JR 全駅、全車両基地33号熊本駅、加齢川駅、大畑駅ほか、朝日新聞に出版、週刊朝日百貨、2013年3月31日、23ページ。交通新聞。 P1、平成26年春ダイヤ改正 JR、九州公式リリース2013年12月20日、駅別乗車人員上位300駅、九州旅客鉄道、2021年9月4日閲覧。ありがとうございます。